お父さんは？いやー、なことはさすがに私も言えない。コメディードラマ正義の味方、帰りましょうか。共演者たちと意気投合したよしこは打ち上げの席であの歌声を披露した。山田優のデジカメに残された貴重な映像、人よ限りのキャンディーズ。この年下の男の子は筋金入りのキャンディーズファン佐野史郎のアイデアで実現した。よしこは喜んで振り付けまで指導したそうだ。しかし病は再び牙を剥こうとしていた。